それでは行きます。はい、行きます。どうぞ。はい、白マックス号行きましょう。変なポーズ取って貼りますけど、この人アストロ界のカリスマでした。でした。まあ今はちょっと分かりませんけど過去形が悲しい、はい、この方こういうパーツの造形を企画してね、エアジェットをはじめ、ミニバンというそのアストロに新しい風を吹き込んだ人です。エアジェットついてないじゃないですか。新しい開発中です。新たな段階のものを現在開発中ということで、マフラーぐらいですね。アストロ終着歴ものすごい長い方です。シルエットエングついてるじゃないですか、はい、これも一世風靡してラジコンになりました。 なりましたね、はい、僕2台買いましたね確かね。で1台パールにちょっとペイントしてもらってだいぶそのアストロで遊びましたけど、今日はこのマフラーを見てほしくてつけてきました。遠路はるばるってわけではないですけど大阪から来ました。まだ試作段階なんで本当はこの辺モザイク入れてほしいんですけども、なんか変わってるんですこのマフラー。こっち側から見てもらうと21世紀のアストロ事情に合った爆音じゃない、程よい音量のマフラーです。エンジンかけましょうか。かけてください。さっき聞きましたけど、あ、これやったら文句言われずに売れるんだと。おお、こんな感じですからね。なんか、はい、えらくジェントルというか、そう、昔やったらえらいちっちゃいなって言われてたんですけど、うん、今やとこれでもまだでもちょうどこうね、おお、アメ車の雰囲気を残すようなこのちょっと甲高い音も入りながらの、まあ、でもいかにもあの単気筒の大きい OHV という雰囲気がありつつ、はい、でもちょっとバンパーとかエアロに合わせて出口の雰囲気をカスタムできると、うん、なるほど。で、後ろが見えるようなエアロをつけて貼る方用にステンレスの特注もやろうかなという企画段階ですね。え、おいくら万円で検討中だ、ね、検討中で100万円ぐらいですオールチタンになるんですかねいやいや、そんなもうヘボイ材質使わないですよ。航空素材を使ってね、うんこに熱に強い、もう排圧がもう抜けて抜けて。そっか、だからこのアイドリングを出すために太鼓は2種類2本にしてるんですよ。ハモらしてるんですよ。はい、そうやっぱコードでいくと C ぐらいですね。そうです。これカマロとかCメジャー、コルベットとかちょっと V8 っぽい音ですね。なるほど。配圧は左右均等に。あ、お前、お前。同じように手が揺れました。まあ、いまだに希少な走り系アストロですね。だけど、フォレシエスタですよ。柳瀬純正8ナンバーキャンピングフォレシエスタグレードですよ。いや、でも、ちゃんと4駆だから。そうです。ちゃんと4駆の意味がわかんないですけど。いや、なんかノンスリがあるからいいらしいですよ。ノンスリが入ってそんなアストロを持ってはる白間さんでした。じゃあちょっと白間さんにも加わっていただいて他のアストロ行きます。